はいどうも、はじまきよしろです。いやどうしよっかな、すずりでふざけようかな。いやすずりっていうさ、そのグッズ売るサイトあるじゃん。俺金欲しいわけよ、もう言っちゃえや、めっちゃ金欲しいわけ。いやその一個単価バカみたいに値段上げようかなって思って。でもそうするとさ、ステッカーとかがなんかさ、めんどくさいんで、この UI っていうかさ、すごく使いづらくて、なんか一回デザインして全部チェックボタン押されて、なんかねデザイン上げるじゃん。して、じゃあ変えようかなって言って編集ボタン押したら全部一気にダラララってデザイン変えるようになっちゃって、キモって思っちゃってさ。それでなんかなんだけど、すごい値段を上げるとさ、缶バッジとかめっちゃ高くなるわけよ。って思っちゃうからさ、その、薄利多売で行くかって言っても、いや、俺は金が欲しいわけで、いやもう一個500円くらい上乗せしたいんだけど、上乗せしたら缶バッジとかさ、なんか5個しか売ってないのに、1000円とかするわけ。それ高いじゃん。で、なんか、シールとか386円からなんだけどさ、それを500円にしたら800円からになるじゃん。うん。あ、でも、クロマニオンズ行った時もね、シールの値段ってあれね、500円くらいだったんですよ。500円でいっぱい売ってたんで、やっぱ、グッズ販売自分でしなきゃなって思って、利益がさ、上げようと思ったら、すごい値段高くなっちゃうの。まあ、T シャツなんで、もともと値段高いからさ、どんなに上乗せしても俺はいいと思ってんだけどさ、俺は自分が買うときだけ原価値段にして買おうかなと思ってるんですけど、いや金欲しいんすよ。でもさ、そのみんなから踏んだくれないし、そのまあグッズっていいものをあげるとかじゃなくて、俺は本当にただただ自分の描いたね、下手くそな絵をね、下手くそっていうか、俺は自分の絵のこと大好きなんですけど、絵のことなんて1ミリも知りませんけど、まあお金が欲しいなって思ってて、でもそういうのって目先の利益なんじゃないかなと思うんですけど、でも別にやっぱ原価で売りたいですけどね、なんか、でも原価で売りたいんだけどね、なんか高いんだよな、2500円か。なんか普通に何個かはちょっとアクリルブロックって面白そうだしやってみたけどさ、何個かのデザインはちょっと値段釣り上げようかな。やり方は俺はそういうやり方するんで、値段を釣り上げてね、多分千番千字のキャラっていうのでやってるんですけど、まあそれもかわいそうだよね。このキャラクターの途中がね、まあ、猫かキツ猫と猫みたいなキツネ、キツネみたいな猫で、表情はすごいつかみにくい表情で、なんで体に生えてるのが、こいつの名前はね、猫フラワーですね。ね、三属性猫フラワーなんでね、猫フラワー、かっこ、火属性と炎属性、炎タイプ、そして、毒タイプかな、これは。毒か闇。毒タイプと闇、毒か闇ですよね。で、あと氷タイプです。強いです、こいつは。意外に強いキャラです。強キャラです、こいつは。意外なんだろうな、便利なキャラですね。 B ランク帯とかにいるモンスターズで言うとね、便利なキャラ、結構配合簡単なくせに結構強いみたいな、そういうキャラかなって思ったけど、そうでもね、使いこなせれば強いみたいな、キリキリバッタみたいなもんですね。モンスターズで言うキリキリバッタ、すごい特性とか強いけど序盤じゃそんな使わないと、それを好んで使うわけじゃないけど、強くしたらとことん強いみたいなキャラなんですけどね。ちょっとね、スマホケースとかがね、安いな。安いわけじゃないですけど、別に原価で買ったらめっちゃ安く買えるから、自分だけがグッズ買うんだったら原価でもいいんだけど、原価だと利益入ってこないからさ、だからそれだから値段をちょっと俺引き上げようかなって思ってね、ます。値段をちょっとね、でも3000円とかさ、まあ最高で3000円取り分決めれるわけよ。あれね、でもなんかスマホだと3000円だけど、こっちだと5000円くらい上げれなかったっけ。ちょっともう一回やってみんね。5000円上げたら誰も買ってくれないからさ、3000円しか上げれなかった。まあそれでね、まあいろいろあるんですけど、まあ、T シャツがね高いね。 T シャツがフルグラフィック T シャツってやつはいいやつなんでね。でもこれで2580円って高いしね、高すぎんですよ俺のグッズ。まあ、これすずりってやつでやってるんでね、でだいぶ取られちゃうからな金が。
まあ、取り分500円で、まあ、一律500円にするとね、ステッカーとかがさ、高くなっちゃうからさ。どうしよっかな。なんかさ、一回、これをさ、俺を逃げて、どうしよう、グッズを作ろう。画像をアップロード。いや、アップロードしなくていいよ。アップロード済みの、多分千番前時のキャラっていうのを使うと、もうチェックされてるんですよ。で、このチェックがもううまいこといかないんだよな。かつ UI がよ。UI の意味わかんないけど。ちょっとこいつの名前しよう。どうしようかな。いいんだよな。なんか俺名前決めるの下手なんですよね。名前ってやっぱ、なんかさ、俺は変な名前つけるのは。じゃあ、こいつの名前をあれにするか。俺がちょっと前までね、秘密儀にね、してた名前。こいつの名前はね、道代のこうにします。俺がちょっと前までふざけててね。こいつの名前は道代のこうだ。もうね、俺はね、そういうことにした。俺はもうなんだろうな、こうキャラっぽい名前すんのやめた。ちゃんと、俺と同じ、俺が前まで作ってた名前ね。道。道、満ちているの、道。あ、お母さん帰ってきちゃった。